キシのゲーム部屋。皆さんこんにちは、キシと申します。さあ今日はですね、3つのご案内があるんですね。本日12月31日、2021年の締めくくりということでですね、今日は皆さんにご挨拶とよくある質問、そしてですね人気投票、この3つをご案内したくてですね動画にいたしました。さあ今年最後のですね大胆なビリを大胆に配置、いやーこれでね年を越せますわ大胆なビリをですね大胆に配置してるところを皆さん見て年納めとしてくださいということでね、いやーこのチャンネルが設立されてから早1年と10ヶ月ぐらいかな、おかげさまでチャンネル登録者数2万人を超えまして、本当にね皆さんチャンネル登録、高評価、そしてたくさんのコメント、リクエスト、応援のお言葉とですね、本当にですねお世話になっております。皆さんのですね温かいご支援のおかげでですね、いやーチャンネルがここまで育つことができました。引き続きですね来年チャンネル登録者数10万人をね目指して頑張っていきたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。ということでですね、さあご案内2つ目ですね、以前からリクエストもありましたですね人気投票をさせていただきたいと思います。このアニマルレボルトバトルシミュレーターで私がですね作った好きなキャラクターの名前をですねこの動画のコメントで教えてください。今日からですね1月の2日まで、そこで集計したものを後でね発表したいと思いますので、いや教えていただけるとね嬉しいですね。はい、どのようなユニットがいるかをねちょっと復習がてら見ていきたいですね。まずはですね人型エアフォース3人とかね、ライブではですね大胆なビリを改造したりしました。なんだこいつ、改めて見ると。実はですね怒ったジョーもですね何気にねパワーアップさせたりしてるんですよ。ショート動画でね成り上がり伝説作りましたね。あとはスターウォーズに出てきそうなシスナイト、まあベースは人のねエンジェルを作ったりしました。そしてアベンジャーズに出てくるファルコン、アイアンマン、ウォーマシン、敵のウィップラッシュ、はい、進撃の巨人の調査兵団を作ったりしましたねいつ見てもウケるなこいつ。あとはですね神様、そして死神、いやーアイアンマンたちと比べるとね結構でかいんだよねこの人たち。はい、怒らせるとですねゴッドナイトに変身、死神も同じく翼が生えて強力なですね魔法攻撃を繰り出してきます。紹介しないユニットもいるんですけれども、結構人型だけでもいますねやっぱり。さあそしてサイバーアニマルたち、リーダーのブラスターコングに突撃歩兵のサイバーサイサイばっかりだな。あとはサイバーマンモス、格闘型、遠距離型ということでね、紫と赤が映える、ユニット数がね少ない割に結構な実力を持ってます。そしてねまだ軍団未所属なんだけれども、結構ね怪物たちたくさんいましたね。サンダーバードにファイヤーバード、メタルワイバーン、あこいつはエアフォースの一員か、まあ、ハーピーとかね、ダークキマイラ、こいつはねトゥルースカージの下で働かせようと思ってるんですけど、はい、ヘルハウンドの親玉、カメラみたいなやつも作りましたね。回転系で言うとねワニコプターなんかも作りましたはい、ケルベロスに、これ結構人気なんだよねワニレックス、ダークナイト、なんかナイトみたいなゴーレム、はい、ラバージャイアント、なんだっけこいつ、ボルケーノゴーレムか、いやゴーゴンなんかも作りましたよね。あとは赤メガネ団、懐かしいな1回しか登場してないんだけどね、はい、赤メガネ団の最終兵器スピノサウルス、そしてですねコシラということでね、ゴジラっぽいユニット、いやマジで紹介しきれないな、何気なく作ったユニット入れたら相当な数になっちゃいますね。あとはですねミノタウロス軍ですね、結構ね歩兵の数かなりたくさんいるんだよね。最近動画じゃ出てこないユニットなんかもいますね。炎の精霊からね力を分けてもらってパワーアップしたミノタウロスキングとロイヤルガード、そしてかつてガシャドクロを封印した初代ミノタウロスキングとその歩兵たち、太陽の騎士団、いやミノタウロス軍もねまだまだ強くなる余地がありますので皆さんお楽しみに。あとはですね人間たちが操るユニット、まあなんかうろちょろしてっけどさ、はい、虎にまたがるね戦士とかね、はい、サイにまたがるサイライダー、サイダーですね。あとねちっちゃいね虫型のねロボットも作りましたよね、これも人間が操っているという設定で、イエローウォーカーに、はい、イエロースーツ、パワードスーツですね。あとはですね女軍人がですね相棒のゴリラと一緒に乗っているヘリコプターとかジェット機、はい、戦車とかね、あとは4種類のタレット、そしてねビリーとか FPS アバターが乗るためのねスーツ、いや結構ありますねやっぱり並べてみると。あとはねモンスターハンターに出てくるねキャラクターね、ハンターとかさ、モノブロス、フルフルアッシュに
ラージャンということでね、結構ねモンスターハンターのねモンスターを作ってくださいっていうリクエストもねものすごい多いんですよ。余裕があったら作りたいんだけどね、かなり難しいんでちょっと保留にしてるんですけれども、イビルジョーとかねリオレウスはちょっと作ってみたいよね。でさっきねゴジラと一緒に紹介すればよかったんだけど、アンギラスを作ったりもしましたね。いやこれ何気に気に入ってんだよな。さあそしてですね、最近この水中ステージが追加されたと同時に水生生物もね追加されたということで、作ったサイボーグピラニアとかアンコとかカサゴ、いや海洋生物群よかったな、里帰りできて、いやいろんなユニットをね作ってきましたよね。オルカとかねサメのねサイボーグ化もね進めておりますんで、お楽しみにということでですね。いやロボット系もですね結構作ったよね。はい、バトルボットたち、いやビッグバトルボットはねたくさんの方にねダウンロードいただいた思い出深い機体でございます。まあ、暴走ユニットとかね BB-8 とかも作ったよね。あとはですね秘密兵器に最終兵器、いやロボットは大好きなんでね、これからもいっぱい作っていきたいね。さあそしてメタル無脊椎動物群、ムカデにカマキリ、サソリ、クワガタにカブトムシということで、いや急成長を遂げてる軍団ですね。こいつらもなかなか人気なユニット群ですよね。そして2体のスカージが合体した闇魔界の覇王トゥルースカージ、ダークナイトとかねオークロードをね編成して魔界軍作ろうと思ってますんでね、来年はどんどんねこの魔界軍のユニットも作っていきたいと思います。あとはねユニット数結構いるねサイボーグダイナソーズ、いや恐竜のねサイボーグ化はですね結構人気なので、これからもやっていきたい。ブラキオとかねテリジノとかね、はいまだまだね作りたい、サイボーグ化したい恐竜がいっぱいいますんで、まあディテールアップしてねリニューアルすることも含めてですね、今後も目が離せないサイボーグダイナソーズ。あとはねマイクラのキャラクター作ったりもしたよね。はい、クリーパーにエンダーマン、ガストにスティーブ、いや本当にこれスティーブなのかあとねネザーゲート作ったりもしたねいやマイクラのリクエストもですねエンダードラゴンとかね結構いただいてるんで、ちょっと余裕があれば作っていきたいですね。あとはねアンデッドウォリアーズ、特殊部隊のブラックスケルトンたち、そしてボーンドラゴンにスカルスパイダー、副将のディアブロスケルトン、そして大将のガシャドクロということでね、ガシャドクロやられるとね結構ね悲しむ方も多いですよね。アンデッドウォリアーズは結構ね人気ですよね。僕も大好きなんですよこのユニットたち。いや精霊のね王を作ってくださいとかね、精霊関係のねリクエストもありますんで、今後ちょっと視野に入れていきたいカテゴリーですよね。あとはねアニマルレボルトバトルシミュレーターといったらね、いろんなゴリラいるんですよね。突然変異の霊長類グループということで、こんだけのユニットがいるのに作ったユニットはですねなかなか少ないんですわ。というわけでですね、来年はちょっとねゴリラもできたらいじっていきたいね、ゴリラ軍みたいな。さあそしてですね、大きいこのド派手なドラゴン軍団、ドラゴニュートにドラゴンゾンビ、さあボルケーノドラゴン、プラントドラゴン、アイスドラゴン、キングドラゴン、源流、アーマードラゴン、まあドラゴン絡みでですね少し紹介すると、最近投稿機能でですねちょっとチラ見したですねサイボーグヒドラ、これ今ね作成中ですんで近日もしかしたら登場するかもしれません。いやなんかね5つ首なんでね結構時間かかるんだよねやっぱりね。ただいま制作中ですんでお楽しみにということで、本当にねたくさんのユニットがありますんで、いや多分ね紹介し忘れ、紹介してないユニットねいるんですけれども、好きなユニットをですねぜひぜひコメント欄で教えてください。さあそしてですね、よくある質問ちょっと答えさせていただきたいと思います。このアニマルレボルトバトルシミュレーターに限らず、ゲームの、はい、言語がですね英語になっていてわからないと、いやこの質問めちゃめちゃ多いです。皆さんまずはですねコメント欄に書く前に Google の検索バーにですねゲームの名前入れて日本語のやり方っていうのをね検索してみてください。そっちの方が絶対的に早いです。ちなみにやり方なんですが、大体はこのセッティングとかね、はい設定ですよね、設定でこのランゲージっていうところをねイングリッシュになってると思いますんで、これをね日本語にしてください。はい、日本語ありましたね。これで OK を押すと、はいこのように日本語になります。この質問がねめちゃめちゃ多いので、ここでちょっと取り上げさせていただきました。あとよくある質問こんな感じですね。たまにゲーム実況してるとですね、今みたいにちょっと子供の声が入ることがあるんですけれども、息子がですね横で見ている場合があります。なので、え今の声何ってお化けみたいな感じでコメントくれる人がいるんですけれども、子供の声がたまに入っちゃってますということで幽霊ではありません。いや久々の登場で、いや嬉しそうだなアンギラス。おいアキシット、
サイボーグテリジノサウルス、サイボーグブラキオサウルス、ドラゴン四天王のあと2体。いや、サメとか追加されたんだから早くサイボーグ化してよ。早く改造したいのも山々なんですけれども、ちょっとね、各軍団のですねバランスを見ながらですね最近ユニットを制作していますんで、若干ですねちょっと登場が遅れております。特にこの子たちですね、リクエストが多いんだけれどもなかなか改造できない子たちですね。いや、ブラキオとかテリジノに至ってはね、結構前から作るって言っときながらなかなか作んねえから、アキシどうしたって思われてる方も多いと思うんですけど、来年は出てきますのでご安心を、ということでね、もうちょっとお待ちいただければ嬉しいです。あとはですね、テラテックっていうゲームもねたまにね実況してるんですけれども、このねマルチプレイヤーですよね、このマルチプレイヤーでちょっとね私の機体がねたまによからぬことにね使われているっていうね情報を聞きまして、視聴者さんが教えてくれたんですけれども、過去にですね作った機体をですねスチームワークショップにねこうやってね、はい、アップロードしているんですが、めちゃめちゃね重たい機体がねかなり多いんですよ。でね、これをですね、はい、マルチプレイ中に出してですね、もうフリーズさせる、もう嫌になっちゃってとか嫌がらせとかね、嵐とかで使われてるっていうお話を聞いたんですよね最近。まあこういうね重たいユニットをですね公開してるっていうのもですね、テラテックってさ、敵がなかなかね弱い敵が多いからさ、こんな感じでですねスパーリング相手、歯応えのある敵と戦いたいというねニーズがあると思いますんで、それでね対戦相手として使っていただきたいという思いでね、スチームワークショップにですねアップさせてもらってるんですよ。なのでですね、全然使ってもらうのはありがたいし嬉しいんですけれども、人を不快にさせるようなね行為がね続くようでしたら、ちょっとね投稿の方一時停止にしたり非公開にすることも考えております。でもしねマルチプレイとかやってて、アキシの機体をねよからぬことに使われていたらですね、ご報告いただけると嬉しいです。あんまりにも多いようだったら、ちょっとね公開をね停止したいと思いますので、ご協力いただけると嬉しいです。はい、というわけでですね、ご案内3つ、いや今年1年ありがとうございましたというご挨拶とですね、人気ユニットランキング投票のご案内、そしてよくある質問、特に多かったものを紹介させていただきました。皆さん今年1年本当にありがとうございました。また来年もですね頑張って投稿していきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。ではまたね、良いお年を。